ラタン・ラル博士は1944年インド北西部のパンジャブで3人兄弟の次男として生まれ、後にラジャウンドへと移り住みます。自然に囲まれた小さな農村で小中学校時代を過ごした博士、授業の大半は校庭にあるバニヤンツリーの下で行われました。数学が得意だった博士は高校卒業時最優秀の成績を収め表彰されます。そしてこの頃、将来農業学者になることを意識し始めたといいます。1959年、博士はパンジャブにあるルディアーナ農業大学、後のパンジャブ農業大学へ入学します。1963年、大学を卒業した博士はインド農業科学研究所へ入所、いずれも最優秀の成績を収めます。そして1965年、土壌科学の修士号を取得。同じ年に渡米し、オハイオ州立大学に入学します。1968年には土壌物理学の研究で博士号を取得し、シドニー大学の上級研究員となります。1970年、ナイジェリアにある国際熱帯農業研究所 IITA に入所したラル博士は、サブサハラ地域における土壌浸食と土壌劣化の問題に取り組みます。当時この地域では森林伐採や重機の使用による耕作で土壌が劣化し、雨や風、干ばつなどで浸食が起こり、作物が十分に生育しない状態にありました。博士は浸食に影響を及ぼす斜面の傾斜や長さ、雨粒のサイズやそのエネルギー、土壌特性を詳細に分析。耕作によって土壌が裸にされると浸食が起こり、表面温度が上昇、強い雨により土の粒子が壊され、土壌有機物が失われ、土壌の健全さが損なわれるというメカニズムを解明します。こうした解析に基づき、土壌浸食を防ぎ生物生産を安定させる方法として、ラル博士がたどり着いたのが不耕起栽培法です。不耕起栽培法は、作物を植え付けるとき耕さずに表土や根を残したままにし、まず表面を覆うマメ科などの被覆植物を育てます。次にその植物が枯れたところに目的の作物を育てます。枯れた植物は土を覆い、土壌浸食を防ぎ土壌温度を調整、保水し堆肥にもなるのです。博士はこの方法を森林農業と組み合わせながら、世界中から IITA に集う研究者に教授しただけでなく、自らインド、ブラジル、東南アジア、オーストラリアなどに出向き、その実践と普及に尽力します。1987年、オハイオ州立大学に戻って教授となった博士は、土壌と地球環境の関係について本格的に研究を開始します。その背景にあるのは、食料の安全保障と気候変動などの地球環境の問題です。博士が注目したのは土壌に含まれる炭素です。その量は有機炭素1500ギガトン、無機炭素940ギガトンで、なんと大気中のおよそ3倍にも及びます。土壌は炭素の巨大な倉庫といえるのです。さらに多くの炭素を土壌に閉じ込めることができれば、地球全体の大気中の二酸化炭素増加を抑え、地球温暖化防止に役立つのではないか。そう考えたラル博士は、土壌炭素の容量について調査を開始。地球上の炭素循環のデータを解析し、土壌と環境や農業生産との関係について研究を進めます。そして
二酸化炭素を土壌有機物として隔離し貯留するために持続的に土壌を管理する原理を解明。さらに博士は農業現場に適用するための具体的な技術開発も行い、世界の研究をリードしてきました。2004年、博士がこうした研究成果を科学雑誌サイエンスに発表すると、世界中で大きな反響を呼びます。論文の引用件数はおよそ5000回にも及びました。その後、ラル博士は各国政府機関や学会などで数多く委員を務める一方、各地で講演を行い、土壌炭素隔離策の実行を促し続けます。そして2015年、博士の熱意が実を結びます。パリの COP21 にて全世界の土壌炭素を毎年1000分の4ずつ増やそうという国際的な取り組み、フォーパーミルイニシアティブが開始されたのです。博士の理念は、国連が策定した持続可能な開発目標 SDGs の全17項目のうち4つの項目に深く関与しています。こうしたさまざまな功績が高く評価され、その後ラル博士は国際的な数多くの賞を受賞します。行動力あふれる博士のそばには、いつもスクバル社夫人と子どもたちの支えがありました。家族と過ごすかけがえのない時間こそが博士の多忙な研究生活に力を与えています。天然資源は我々の所有物ではありません。我々こそが自然の一部である、自然に所有されている、そう考えるべきです。ラル博士の言葉には、地球環境と土壌への強い思いが込められています。地球環境に造詣の深い知識人たちからの高い支持を受け、博士の研究には今後も大きな期待が寄せられています。Soil is the essence of all terrestrial life, but it's a non-renewable resource of the human time scale. Formation of 1 inch of fertile soil may take hundreds and thousands of years. The finite soil resources must never ever be taken for granted. They must be protected, preserved, restored, and properly used. Extinction of many once thriving civilizations is attributed to the mistake of taking soils for granted. These finite but essential resources must neither ever be taken for granted nor ever undervalued to avoid the tragedy of the commons. The future generations, it's very important that soil resources must be protected, preserved, restored, and enhanced. That is where the future of humanity lies.